こんにちは。今日は、これ中尊寺ですね。ちょっとやってみますね。この辺で一旦乾かしましょうかね。
はい、終わりました。どれくらいかな、1時間弱くらいですね。画面では分からないと思いますけど、いつも通り近くで見るとき、とっても雑いです。今回の風景です。これはですね、この辺以外はですね、ほとんど実は暗いんですよね。明暗がものすごくはっきりした風景で、この辺りなんてもう正直この辺りはもう僕の中ではもう同じもう濃いグリーンにしか見えないですね。ここだけが明るい、あとはもう暗いですね。風景見るときに本当にもう何回も言いますけど、目を細くして見るともうそれがはっきり見えますね。だいぶ目を細くするともうどこが明るいかどこが暗いかっていうのが分かるので、それでも狙いを定めてもう暗い部分を本当に暗く持っていくと画面に透明感が生まれてくるので、中途半端にね、薄暗くとか中途半端に明るくっていうのをやっちゃうと、どうしても画面がね、ぼんやっとしちゃうんですよね。これは誰が言っても一緒です。そうなりますからね。だから春の風景なんていうのは、だから結構難しいですよね、そのあたりがね。結構春の風景ってぼんやりした霞がかかったみたいなね、そういうところがあるので難しいと思います。僕も苦手ですね、春の風景はね。じゃあ、今日はこんな感じですかね。細かく書かないように雑に言った方がいいですよ。とにかくもう雑に、ポイントは色だけです。色さえ押さえておけばもう少々の雑なことやっても絶対絵になりますからね。この逆はダメですよ。色が押さえてないのに細かく描いても絶対いい絵にならないんで、問題はもう色です。色さえきっちり押さえておけば大丈夫です、絶対に。じゃあ今日こんな感じです。